クリスマスローズの花一輪咲いただけで他の花はまだ咲いてくれません。こちらのクリスマスローズの下の葉っぱをどけてみたら、中から福寿草のつぼみがたくさん出てきました。これからたくさん咲いてくれそうです。彼岸花の葉っぱです。真ん中に白い筋が入っているのが特徴です。リコリスラジアータというのが本当の名前なんですが、彼岸花のことです。こちらはシラーベルビアナまたはペルビアナ、書いてある本によって名前が微妙に違います。星形の花をたくさんつけます。日当たりに球根を植えると花つきが良くなります。今日も常備滝のピオちゃんを呼びました。ミルワームを今日も手から食べてくれましたよ。ミルワームというのはゴミムシダマシの幼虫だそうです。成虫になるまで育ててみようかなとも思うんですが、なんとなく気持ち悪いですね。気持ち悪いと言いながら毎日ピオちゃんにミルワームをあげています。ブルーベリーの木にピオちゃんが止まっています。ブルーベリーは酸性の土を好みます。今日は一日中とっても寒かったです。ちょっとだけお日様が出たりしましたが、うちの中に入るとモズが来ていました。とっても綺麗な色です。丸いのでメスかなと思ったんですが、やっぱりオスのようです。モズはとても凶暴な鳥だそうで、ピオちゃんが食べられてしまわないかとっても心配です。あ、おしっこが出ました。スローでもう一回見てみましょう。ネットで調べましたら、鳥はうんちとおしっこを一緒にするようです。おしっことうんちしていましたね。ではまた。